トーマス・ゴードン・カレンは英国の建築家で都市景観理論の中心的存在であった都市デザイナー、景観デザイナー、イラストレーター、1956年以後はコンサルタントとして活躍している。1961年に初版出版されたタウンスケープで最もよく知られている。タウンスケープの後の版はザ・コンサイス・タウンスケープのタイトルで出版がなされた。 カレンはリーズ近郊プジーのカルバーリー生まれ。現在はロンドンのウェストミンスター大学となっている王立科学技術学院で建築を学んだ後、バーソルド・リュベトキンやそのグループテクタンを含め様々な建築家の設計事務所を渡り歩いて案を手掛けていたが、建築家としての資格はなかった。 1944年から1946年までバルバドスの開発福祉部の計画事務所に勤務。ただしこれは弱視のためで英国軍への報酬はふさわしくないという意味があった。第二次大戦後にロンドンに戻りアーキテクチュラルレビュージャーナル思想説に参加。その後同士の副編集者となる。もっとも最初は総案者として次に作家として参加。 そこでは数多く影響力を持つ論説と都市計画理論、都市設計に関して1950年代と1960年代、英国における都市と農村環境に対する多くの改善策としてのケーススタディなどを制作発表。また、1951年にイギリスの祭典に博覧会デザイナーとして参加。数少ない大規模なカレンの作品としてあるのが、 1953年に完成したロンドン西にある L のゴールドフィンガーのデザインの玄関にある壁画。また1958年に都市の歴史と戦後の再生を描いたコベントリーの陶磁器の壁画は元の中心の場所から離れているがはるかに壮大な規模である。彼のテクニックは主に自分のアイデアをはっきりと理解したスケッチ風な図から構成されていた。 これらはその後の建築イラストスタイルに大きな影響を与えた。また、1961年に自身の本を書く前に他の様々な著者たちによる本をいくつか出版。カンディスタウンスケープはその後15回にわたって再版され、20世紀のアーバン、デザイン分野で最も人気のある書籍の一つとなっている。1956年、カレンは フリーライターとタウンスケープに関する技術コンサルタントとなり、数年後にはリバプールとピーターバラの都市再建計画と都市再開発計画について助言。1960年、インドに招かれ、ニューデリーとコルカタでの報道財団の活動の計画面を助言し、1962年に家族でプロジェクトに取り組みながら6ヶ月間インドに滞在。 その後、グラスゴー氏と1980年代のロンドンドックランズデベロップメントコーポレーションへの計画アドバイザーを兼務。しばらくの間カレンは学生やデビット・プライスとチームを組んで一緒に建築会社、プライスカレンを運営。1980年代にロンドンでの建築設計協議に勝利し、一緒にドックランドのスウェーデン岸住宅開発の設計と管理を担当。 カレンの健康が悪化していた時期、プライスの最初の子供が誕生する1990年まで共同。プライスが2009年に53歳で死去。カレンも重度の脳卒中が続き、1958年からレズベリーの小さな村に1994年8月11日に80歳に亡くなるまで暮らしていた。その後、デイビッド・ホスリングとノーマン・フォスターは、 彼の作品である都市景観に関する様々な事例を収集し、それらを一緒に都市デザインのビジョンに収録。都市デザイン用語の解説第2回都市デザインとは、成立と系譜によると、カレンがアーキテクチュアルレビュー誌にタウンスケープ論を発表し始めたのは1947年のこととし、1961年に一連の論文を整理、補足し、 タウンスケープとして出版したという。そして、タウンスケープを、一つの建物は建築だが、二つの建物はタウンスケープであると述べ、フィジカルな環境も、人々と同様に都市的な性格を持ちその場所に、独自の生活を付与すべきことを示唆。それが、国土の破壊と都市の混乱を前に、困惑の度を深めていた人々の間に、大きな反響を呼んだとしている。また、 カレンを代表とするグループをタウンスケープ派としている。そしてその仕事が一貫しているのが、それぞれの都市固有の空間を継承、デザイン原理として抽出し、現代の集合体の設計に役立てようという態度であるとしているとし、さらにこれはアメリカのオレゴン大学で始まり、日本でも多数の建築家や大学研究室で行われたデザインサーベイにも共通する視点であるという。 1972年に RIBA の名誉フェローに選出された。1975年にはイラストレーションと街並みに関してルディが授与された。翌年にはアメリカ建築家協会からメダルを授与された。1978年に英国のエリザベス2世からの建築への貢献のために CBE を授与された。ありがとうございます。